じゃあ今日はね、はい、続き、昨日の続き、スピンオフ。はい。あ、なんすかこれ。なんすかこれ。四天王って。四天王。え、ひょっとして。四天王、はいはいはい。ひょっとしての。ひょっとしての。ひょっとして。食いついてますね。え、はい。四天王。え、ひょっとして。はい。どうですか、四天王といえば。板垣退助。はい。大久保利通。はい。伊藤博文。はい。吉田東院。ちょっと最後、そうなの。板垣退助言うた吉田東洋。あ、なるほどね。ことまあいや、はいはいはい、まあ思いますよね。明治維新の立役者四天王といえば、ちょっと年齢的に、はい、そう吉田東洋かな。あ、なるほどね、はいはいはい。明治維新まで生きてないけど、ね、そう、ちょっとね、はい、違うんですか。これはでも伊藤博文は間違いないでしょう。伊藤博文でも印象としてはあごひげやから右の人のような気もするけど、でも板垣退助もね、そうでしょう、確かにね。僕でもちょっと今ちらっと道中で答え見えたんですけど。答え見えたんですね。ちょっと答え合わせしましょうか。答え合わせしていいですか。はいはい、あのとりあえず言っていいですか。はい、誰っていう。全員誰。全員誰ってなるんですよ。いや、ちゃんと函館四天王ですから。函館に関わる。全員誰ってなったんで。なるほど。え、今井さん。はい。平田さん、渡辺さん、平塚さん、誰？しかも渡辺さんに関しては大分県の人だから。あ、そうか。でもいろんなところから函館集まってきてるから。そうです。そうそういうことね。じゃあ次行きます。でも石川も、え、次行くの？次行く。ここは広げない。はい。ここで一本以下ない。そうですね。そうですね。はい。まあ、てんこ盛りなんでね、この公園ね。はい。はい。じゃあこの建物、こちら。あ、これ。これ、これちょっと良くないですか？かわいいじゃないですか。え、北海道庁、はい、函館市長。あ、やっぱ本来やっぱり国の機関は全部函館にあったってことでしょ。北海道のですよね。そうですね。そうですね。はいはい。あ、そういうことね。だ、今でいう県庁みたいなもんですよね。そうですよね。道庁か、北海道やから。え、じゃあその当時ってやっぱ札幌って全く何もなかったんですかね。いやー、それまあ確かに、だってもともと蝦夷の人が住んでたから開拓は徐々に函館からしていったんでしょうね。ですよね。そう考えたらすごいですよね。はい、でこれ多分当時の建物ですかね。ああ、なんかああいうところで演説とかね。ああ、ですよね。はい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 。よう見るでしょ。ええ、見ます。バックトゥザフューチャーとかでよう見るでしょ、ああいうの。バックトゥザフューチャーでありましたか、あんなん。ちょっと勘違いしてもらって。なんか勘違いしてる。もう一回よう見返してもらって。あるんで多分。ありますあります。え、ワン、ツー、スリー。全部見返してもらって大体出てくるんで。ああ、なるほどね。で、これ、はい、で、こちらこれ開拓書籍庫。あ、ここに書類置いとったんですか。そういうことでしょうね。なんかこっちの方が価値ありそうな気がしません？価値ありそうですね。レンガ作りでちょっとこの角は補強されてるんでしょうね、この色ちゃうのは。ああ、いや、元々なんかな。めっちゃいいじゃないですか。ええー、でしょ。めっちゃ雰囲気いいですね。あとね、ほんまにぐるっとね、あ、まだやるんですよ。めっちゃありますよ。回れそうなんですよ。めっちゃありますよ。この公園結構穴場でしょ。はい。で、3連休のね、初日やけどあんま人もおらず。そうですよね。はい。結構ほんま函館って一泊二日折れますね。いや、一泊二日でも足らんかもわかりませんよ。ね、これだってもうこの辺だけで十分。はい、そうそうそう。あとだってご飯食べて、はい、ちょっと回ったらもうホテル帰ってみたいな。そうですそうです。だからこの中心だけで一日行けますからね。はい。いや、これはほんまにすごい。はい。ここ。で、じゃあ明日の。はい、動画の予告だけちらっと言っときます。はい、明日はいよいよ、ちょっとね、え、さっきからボツはめっちゃ引っ張るけどそんなすごいんですか。ちらちらって、え、もうあの建物が、はい、なんかすごっぽくないですか。すごい早く見に行きたくないですか。名目によりますね。あ、そうか。だってその四天王の件もあったんで。あ、そうか。四天王の前例があるんで。あ、そうか。じゃあないかもわかんないですね。はい。じゃあ明日の動画もお楽しみに。